ます、ハンサム音楽道場のハンサムハンジです、今日はねまた、メンバーシップのね J さんから、前回ねあの鼻歌にコードをどうやってつけるんですかっていう質問があって、その、何リクエスト曲がロックスターだったんだよね。でも前回は基本としてハッピーバースデーでやりました。なので今日は、ロックスターをやってみますね。ロックスターってさ、こうまあこんな歌ですよ。ロックスターの電気を呼んだよ、昔はいじめられっ子だったみたい、その辛い思い出をバネにして頑張ってロックスターになったのさ。でも僕は残念ながらそうじゃなかった、鈍くて気づかんかっただけかもしれんけれど、だから僕はロックスターにはなれない、だって君がそばにいてくれるから、孤独を知らない僕はロックスターになれない、でもそれでいい気がしとるんだ。こういうねメロディーで、ちょっと今あのなるべくおしゃれな、コードを、つけています。でこの曲に対して鼻歌、この曲ができた時ってあの、ね、チャリンコにのっとって雨の中、そこであのこう天を仰いでこう作ったんだよ。あロックスターがーみたいな感じで、そこから家に帰ってコードをつけました。その方法をちょっとやっていきますね。まずメロディーを、まあ、度数にするんだけど、度数っていうのは大体の曲が最後の音が一度なの。これもうねもう原則です、音楽の。それ以外の曲っていうのはまあそういうあえてね最後にこう終わりを終わった感じがしないように持ってったり、こう転調があったりする曲なんで、基本は最後は一でねすっきり終わりたいんだよ曲っていうのはね。だから最後のでもそれで息がしとるんだ、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 これが1、だが1ね、1、だ、これ1です。まあ C なんで今ね、C に聞こえた。だね、だ、ロックスター、ロックスター、ロックスターっていうのは、1が見て、あ、出た、3、3、ロックとか3、3。だからこうやって、3、3、3、3、2、2、2、1、2、3なんだよ。で、よよよよごごごよごよさ、簡単にする、簡単にするよ。でまたさささにににいにさ、よよよにににいににいってなりました。で B メロがでも僕はだから、でも僕はよによよ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 さささにい、よよよよよよよ五五六なっていうに、まあすごいあの簡略化してますが、こんな感じで、サビがまただから五五五いいいいにに いにい五五五いいいいいいにににいにさか、五五五いいいいににいにいで、最後が、ゴゴゴロイイ、イニニイ、イニイ、みたいな感じです。ね。あの、テロップ出してますから。ね。で、こんな風に、あの、鼻歌で作ったメロディーを、まあ、度数に変えます。ね。で、度数に変えたら、その度数を含むコードを探せばいいんだよね。で、そのコードっていうのは、ダイアトニックコードっていう、Mac で言うと、バリューセットみたいなお得なセットがあるんですよ。この C のキーにはこのコードがいいんですよっていうね。C、D マイナー、E マイナー、F、G7、A マイナー、B ハーフディミニッシュ、まあ B ディミニッシュね。そういうね、7つの、よく使われるコードがあって。で、そのダイアトニックコードのコードの構成音をね、キー C から見た度数で言うとね、C はね、135、ね、D マイナーは246、E マイナーは357、F は461ね、G7 は572、A マイナーは613、B のディミニッシュは724。
こんな風にダイアトニックコードっていうのはできてんの。だからさっきの、ね、メロディーの度数を含むコードを当てていけばコードがつくんですよ。で、前回のハッピーバースデーでもやったけど、ね、曲の最後のコードっていうのは、ね、そのキーの一番メインのね、コードなんですよ。なんで、C のキーだったら、ね、C のコードのメインは C じゃん。だからね、最後 C なんですよ。でもそれで息がしとるんだーって、あ、C でね。で、前回もやったけど、コードっていうのはなるべく動かさない。だから、この最後の頭から、息がしとるんだロックスターの、あ、歌えね。ロックスターのが歌えない。のっていうのは度数で2なの。だから2が入るコードで、3コードっていうのは G7 なんだ。だから、ロックスターの、あ、あったね。ね。で、読んだよ、よ、よはね、読んだよ。よっていうのは、最後、1、2、3だからね、3を含むのは C メジャーか E マイナーか A マイナー。で、その中で3コード、キー C の3コードって C と F と G7 なのね。だから、まずこの C と F と G7、その3コードのどれかを優先させて、つけていきます。なんで、ロックスターの電気を読んだよ。あ、C あったね。いいよね、C で。C。ロックスターの電気を読んだよ。一応合ってるね。で、次が、昔は合わないね。昔は合わない。昔っていうのは 4度。だから4が入る音で一番の3コードは F じゃん。昔はいじ、だから F あったね。昔はいじめ、あ、目が合わない。目が5だから、ね。5っていうのは G7 だね。昔はいじめられっ子だったみたい。オッケー。で、同じように、その辛い思い出をバネにして、頑張ってロックスターになったのさ、っていう風に A メロできます。で、B メロが4だね。でも、あ、合わない、4、4合わないね。で、メロディーの4っていう度数は、もうね、4度の F を、もうすぐに思い出して。でも僕は残念ながらそうじゃ、そうが合わない。そっていうのは3だから、3はだいたい C じゃん。そうじゃなかった、まだ4だから F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  で、鈍くて気づかんかっただけかも。もうだから、もうはね、5度だから、5って言ったら G じゃん。試練かえれどできた。だからこうやって今 A メロ、 A メロと B メロできました。で、サビがまた5555イイイだから、まただから僕はロックスターにはなれないっていう風に、慣れてきたらね、度数をしっかり見なくてもだいたい分かってくる。こうやってだから僕は G7CF G7 C C G7 C F G7 C っていう風に、度数をしっかり取って、それをダイアトニックコードでこの含む音を探すのがまず基本だけども、慣れてきたらそんなことやんなくてもこういう風になんとなく分かってきます。その根拠は相対音感なんだよね。だからここも最後がでもそれでで、でもそれでって F じゃん。5 5 5 6 イってさ、5から6いくから、6でね、3コードって F じゃん、やっぱり。5 5 5 6 イだから、でもそれでイニニニってさ、まあ、G7 だから G7 最後また C っていう風に、こんな感じでまず基本となるコードを取っちゃいますね。で、そこからさっき頭にあったこういうさ、ロックスターの電気を読んだよ、昔はいじめられっ子だったみたい、こういうおしゃれなコードに変えていくっていうのはまた違う知識がいるんで、これは次の動画にします。なんでここまでは全体公開であげるんで、次回の動画、ここをおしゃれにしていくっていうのは
ちょっとまたメンバーシップ限定でまずあげるんで、その辺はちょっとご了承ください。まあ、ちゅうことで、こんな感じで、ジエさんいつもありがとう。ちゅうことで、今日はこの辺で、あ、ハイブリッド度数、ぜひね、皆さん読んでください。ちゅうことで、今日はこの辺で、バイバイ。